始まり世界は早稲田大学劇団こだま出身の鈴木優太さんが主催となり、2002年に旗揚げ、職員室やボクシングジムといったワンシチュエーション内で展開する興奮群像コメディの上演を軸に活動する一方、外部から脚本家を招いた公演なども精力的に展開。モットーはとにかく老若男女楽しめる芝居作り、面白そうと思ったことは何でもやります。それでは8割世界を代表して主催の鈴木優太さん、一言ご挨拶お願いします。はい、3度目の登場となります鈴木優太でございます。今までは代表という立場でしたので、すごい真面目な一生懸命な感じでやらせていただきましたけれども、はい、今回主催ですのでちょっとテンション高めにね行きたいと思いますけれども、ご覧の通り非常に地味な劇団でございます。はい、花もございません。スーツでまとまってきたらちょっと印象に残るかなと思ったら、やれ横田のガールというか喪服で着やがってという感じですね。完全にかぶったように食われまして、今どうしたらいいか分かんない感じで多分彼らも立ってると思うんですけれどもですね、はい、なんでちょっと私ども特に賞も受賞したこともございませんので、私の今日は熱意についてお話しさせていただきたいと思います。非常に私のプライベートな問題なんですけれどもですね、こんなところで大々的に発表するのはあれなんですが、私、今年の1月5日にですね、婚約いたしまして、はい、拍手ありがとう。そういうわけでですね、婚約いたしましてですね、しかし向こうのご両親が非常に反対しております。はい、劇団をやってるやつと結婚するってのはどういうことなんだと、お金はどうするんだと、いろいろ言われておりまして、まあ、もっともなんでございますけれども、でもですね、ちゃんと僕の芝居見に来てくれたりもするんですけれどもですね、でも反対しておりまして、今うちの家族と会ったりする日程もプレにプレとおります。はい、なのでですね、ここで一発ズバッとグランプリを取って BS 日テレさんで流していただければきっと彼女のご両親も私を認めてくれるんじゃないかという野心を抱いてこの場に私立っております。あ、ちょっとうるさいですか、すみません、ちょっと下見てる方もいらっしゃいますけど、はい、申し訳ございません。はい、なのでね、そんな熱意を持ってまだまだ未熟な劇団ではございますけれども、はい、代表とかそういうのは、まあ、とりあえず抜きにしてガチンコで、コメディを作って、お客さんに楽しんでいただきたいと思います。よろしくお願いします。